で、ここを押す。で、どうしたらいいかな。また、ちょっと元がまた来ますね。お客様がまた入ってきてないですので、入ってきてから、はいはい。それで、花岡さんに貼るかな。あ、これちょっと。はいはい。これで、はい、追加。これでいいのかな。はい。皆さんこんばんは。こんにちはか。あ、これだ。あ、そうですね。はい。あ、こんばんは。どうも。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。はい。ちょっと今お客さんが入ってきてくれてはるみたいなんで、もうちょっと待った方がいいですかね。どうしましょう。はい。わかりました。ちょっと先ほどこれガラスペン当選書かせていただいてもありがとうございます。おさん何分ぐらいかな。30分ぐらい。めちゃめちゃスルスル書いてたもんね。こんばんは。こんばんは。こんばんは。お久しぶりです。お団子です。あ、こんばんは。こんばんは。で我々もつのかな。あ、どうもこんばんは。おさだです。頭。おです。大丈夫です。じゃあ今日はそうですね、久しぶりの僕インスタライブなんですけども、ガラス工房ルクの直川信也さんとコラボで配信させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっともう並べさせていただいているガラスペンがだいぶ少なくなってしまったんですけども、ちょっとあるやつではいろいろご説明お願いしたいなと思いまして。はいはいはい、どれからいきましょう。シンプルなやつからじゃあちょっとやっていった方がいいな。映ってる当選からお願いしましょうかね。はいはい、紹介。そうですね。一個ちょっと気になったことがあって、色ついてるじゃないですか。はい、これってそもそもガラス自体に色がついてはるのか、いわゆる成型色なんか後から色入れてはるんかなっていうのがね、すごい僕個人的に気になったんですよ。私も気になってます。そうです。まあ、ガラスでもともとの材料がこういう。なるほど。じゃあこのガラスの成型色に色ついてるものを加工していただいているということなんですね。そうですね。色がついてるガラスを使って、大体その画面に映ってるものとかは作っていく。もともとこういう棒状のものから全部この透明とかこういう。色はたくさんあるんですけど。なるほど。はい、じゃあこれそうか。綺麗ですね。それだけでもそうですね。そうですね。今持ってはるの緑とオレンジですからね。すごいな。今これと同じの色ですか。お、濃いのと薄いのがある。これが、この持ち手の方が。はいはい。で、こっちが、この後ろ側の。なるほど。こことここで。はいはい、ここの色とここの色ですよね。こんな。なんです。おお、すごい。ライトセーバーみたいな。こうなってるのか。なるほど。そうなんですか。なるほど。すごいですね。じゃあ、当選それで筋彫りいっぱい入ってるじゃないですか、モールドというか。これもじゃあ熱入れながら入れていくんですかね。もうですね。そうですね。熱入れてこの周りに棒の周りにこう透明の色を巻きつけていくんですね。ああ、じゃあこれは巻きつけやから別にそうか削ったりそんなんじゃなくってもう。そのものに巻きつけていくんですね。すごいな。へえ。じゃあ柔らかい間に肩も作ってやっていくからいうことですね。おー。そうです。でいろいろしてこんなこれの色があるバージョン。はいはいはい。これでもすごい複雑ですよね。すごいですね。うん。最初見た時は本当にそんなになんかこっちをこういう柄でこっちはまた他の柄になってるんですのでめっちゃすごいなと思ってます。その巻く時のものとかも作りはったんですかじゃあ。巻く時のもの。巻くこのやつもなんかガラスとかで作りはるんですかね。じゃなくて金具みたいなやつですか。型っていうのは。なんていうの、はい、このねじれてるのとかは、そうです。ですね、ちょっと説明が、あ、こっちの方がわかりやすいかな。こういう、これピンク、さっきのピンク色なんですけど、はい。これよ、こう見たらわかるかな。こんな感じになってるんですよ。ペン先みたいな形。溝がこうなって、はい、でこれを溶かしながらねじっていくんですよ。これをねじっていってそういう形に。あ、ねじりなんですね。なるほどね。火で溶かしてねじっていきます。すごいな。じゃあこの一つシンプルなワンポイントの方、はいはい、カメラ映させていただいてる。ここってこの分だけ色付きのガラス使って、あとの分を無色。おお。そうです。透明で。すごいですね。ここのやつに小さくつけて、もっと後ろにつけなあかんって。うん。作業が細かい。うん。まあまあ。でこれが今当選。じゃあワンポイントで、ブルーのそっちか。あ、そっちで、はい。はいはいはい。で、もちろんこの分もそうですね。じゃあ、ペン置き。あ、そうですね。もうこういうものから。はいはいはい。さっきの溝があるもの。なるほど。で、前これ僕メールでも、ちょっとお話しするみたいな金彩あるじゃないですか。はいはい。これね、色を塗ってはるここ金の部分、はい、ガラスとかってツヤツヤしたやつって僕プラモデルとかで経験したことあるんですけど、なかなかねこういうとこのツヤのあるとこって色とかすごい乗りにくくて弾いたりするんで、はい、プラやったらサンドペーパーとかかけたりプライマー塗ったりしてなんとかできるんですけど、ガラスってそういう風にもいかないんでどうしてはるんかなと思いまして、すごいなと。ですね。その金彩のものは、はい、こういうこれ金液っていうものなんですけど、はい、陶芸とかによく使われる、技法っていうのかな、はい、ものがあるんですけど、金と中にいろんな有機溶媒とかが入っていまして、液体なんですよね、これ、今の状態。で、これを、こういうペンの、こういう節目に、これを塗っていって、で、釜の中に入れるんですよ。中身が、もう最高900度とかなんかそこら辺まで上がる。釜があるんですけど、釜があるんですか？こうか。ちょっと見えにくい。こういう温度が書いてあるんですけど。これを中身にこうやって電熱線があって、この中身に、はい、その塗ったガラスをこう入れて、で温度を上げて、はい、ちょっと溶かすに近いんですかね、ガラスの表面を溶かして、その金の液体のさっき言った有機溶媒がいろいろ入ってるって言ったんですけど、有機溶媒は全部飛んでいくんですよね。で、この中に含まれてる菌だけが残ってガラスとくっつくっていう。定着するんですね。そうですね。この分だけつけるってまだマスキングとかすごい大変です。すごいな。そうですね。まあ、意外とペン状のマーカーペンみたいなものなんで、意外と、はい、まあ簡単に意外と書けます。へー。めちゃくちゃ貴重な映像ですね。釜の中見せていただいて。そうですね。ありがとうございます。900度まで上げる。この今の夏とかやったらめちゃくちゃ暑いですね。それやったら。そうですね。もう今も暑くて。そうですね。ずっともう火と隣り合わせですもんね。言うたら。そうですね。そうですね。ここに見えてるこれでパッて火が出るんで暑いです最近は。もうクーラーとかもエアコンとかもここなくてもう30あないんですか。うわ36度8度とか67度で戦ってます。めちゃくちゃ重労働ですね。ありがとうございます。いい、まあ、熱中症にならないようにちょっと水分と休憩はこまめに。本当そうですね、うん、マスクもつけてる状態やしちょっと辛いですね。今だけ今の世の中では、うん、あ今だけですか。お一人の時はじゃあじゃあ次ね、これあ写真だったら分かりにくいかな。これは、うんこれ大黒ガラスペン。黒に折ったら分かりやすい。おお見えた。このケースの方が意外とじゃあ。そうそうそう。おお。これどういう仕組みなんかと、あと大黒っていう意味をちょっと僕知りたくて。大黒っていうのはそうですね。はい。これが元の材料になるんですけど、大黒ガラスっていうガラスで。この一方の大黒ガラスっていう種類のガラスになるんですけど、このまあちょっとキラキラしてるこの面、この一方の面だけにいろんな金属なんか、まあ、金とか銀とか、まあ本当いろんな金属で色はすごい種類がいっぱいあるんですけど、まあ、金属をこう粒子状にした金属を吹きつけるというか、はいはい、じゃあなんか今見えてるじゃあこのキラキラがその粒子いうことですね。そうですね。これをガラスの中に閉じ込めるとそういうふうに、まあ、金属がちょっと入ってるっていうんですかね。なるほど。金属がガラスラグが起きてる。うん。あ、今ちょっとなんか電波が。電波悪いんかな。うん、が悪くなってますので。うん。すいません。今ちょっと。うちは映ってるのこれ。どう読み込みになってはるね。うん。そのと今市川さんハートのあれですね。ハートの中でこれを押したら結構テンパが重くなる。ちょっと回線重たいみたいでどうしましょうかね。この機能は何ですか。私もこちらもほぼ見えないので、ここにコメントしてください。ちょっと一回書いてもらえる。あ、王さん。はい。ない。そうそう、それ、うん、わかんない。完全ダメですね。そんなにダメ？うん。なんかさ、映ってるんかな。招待し直します。なんか、うん、なんかちょっと。こんばんは、すいません。ちょっと待ってくださいね。もう一度接続し直してます。トラブル。すみません。トラブル。でも綺麗なインクでサファイ癒されるよね。ああ、綺麗。これだけで十分ご飯ぐらいいけるな。今長澤チーム4人集結しております。トラブル対応。持ちながら。箱も可愛いのね。うん。インクの方ですね。そうそう。連合倉庫のイベントで友よさんの時に作ってくださったインクで、それが商品化になるとまさかなるとは。どうだ。さあ。接続しています。おかえりなさい。すいません。ちょっと多分気温が高くて。言うてはったらまた切れるかもしれない。ちょっと。ほんまならでは。ならではのトラブルでした。はい。はい、お待たせしました。はい、どうも。はい、チェンジ。今じゃあ大黒ガラスについてご説明いただいたところで、そうですね、その金属の入ったラメをこの中に組み合わせていうことでお聞きしましたので、はい、すいません。早速じゃあ続きまして、これです。フォーミング。これもちょっとお願いしたくて。ですね。それも、金と銀の色なんですけど。はいはいはい。わからんか、わかるか。金と銀。これガラスなんですけど、この先にね。はい。ここに銀がついてるんですよ。え、そうなんですか。銀がついてて、これを、バーナーで熱して。はい。で銀がですね、フュームっていう状態になるんですよ。フュームっていうのは PM2.5 みたいな粒子。すごい小さいやつですね。固体だけど、まあ、粒子みたいな、もう蒸気みたいな感じの。で、それが、それを熱して、まあ、その状態にしたのをガラスにつけるっていうんですかね。ガラスにつけて、で、それをまたガラスでこう閉じ込めていくと、銀の場合は、そのお尻部分の、はい、まあ、青白いというか黄色っぽいというか、はいはいはい、こういう色合いになって、その持ち手側の方は、金を使ったらそういう赤っぽいピンクっぽい感じの。これは全く想像つかなかったですね。そうですね。化学反応的なやつでじゃあ。だこういう色のガラスを使っているんじゃなくて、自分で色付けをするっていうものです。ケミカルですね、すごい。じちゃくちゃじゃあこのガラスペンを作るにあたっていろんな工程を使い分けんとできないことですね、それぞれのやつを。そうですね。うん、今ね、もうすでにね、いろいろと売れてしまったやつもあるんですけどね、はい、でその石入ったやつとかも作って今回お願いして入れてもらったじゃないですか、花とか。ああ、はいはい、ああいうのっていうのは、じゃあそのガラス溶かしてる間に入れ込む感じになるんですかね、そのままも。花とかですよね。はいはい。花はある。なんですけど、この断面見えるかな、見えないかな、見えないかな、断面は金太郎飴みたいになってるんですよね。そうですね、飴みたいですね。かまぼことかちょっと見えないか、ナルトみたいな。おいしそう。これをそうか、切って花にしてはるのか。これをちょっと見えにくいですけど、これを切って、花を、そう、金太郎飴方式で、切って、ちょっとずつ使っていくっていうか、ね、これを、花みたいな感じで、こう、立体的にこう広がらして、作っていきます。そうなんですか。こういう感じの色。そうそう、半面は、そう、そんな感じのものです。はいはいはい、はい、すごいですね。ありがとうございます。いえいえ、ちょっと触りにくいかもしれないです。いえいや、ほんまびっくりしました。金太郎飴みたいですね。まあすごいな。じゃあそろそろ20分過ぎになってるんで、すいません、わがまま言って、実演お願いしてた分ちょっとご準備、はい、そろそろですかね。タイミングスケジュールだと早いですよね。こういう金彩が入った、はいはい、それです、それです。まさにありました、ありました。これ、そうそう、ね、この前お客さんもすでに購入されて、うちの店にはないんですよ。画像になってうちも花ももうね、全部売れました、はい、売れました。ありがとう。どうしよう、一回ちょっと撮影変わりますね。すいません。聞こえます。はい。僕大。おお。すごいぞ。これはすごい貴重。で、完成形がこれか、どっちみたいな金彩のものなんですけど、これをまず作るにあたって最初始まるのはこういうものです。これも溝ができてあるんですけど、はい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 、溝ができてあるんですけど、これを熱してこう細く伸ばして、こういう感じのさっき言ってた溝があるものを作るんですね。でこれを熱してねじったりして、こういう形にしていく。こういう形にしていく。で、全部やったら時間が足りないと思うので、ちょっとダイジェスト、はい、これを加工というかねじったりとかしてできます。はい。これも溝ができてます。おお、すごい。酸素パワー。今はただこう縦に線が入ってると溝があるだけなんですけど、これを。熱いなこれは、うん、火使ってはるからな。そっちは動いてる？動いてない、ね、動かない、うん、またちょっと待ったら動くかな。お客様もう少々お待ちくださいね。ちょっと待ってくださいよ。まだ止まったけどもいけるかな。いや、また熱っしょうね、うん、そうですね。ちょっとお待ちを。あ、一回落としはったかな。またつないでくれはるかな、うん、待ち時間ちょっとまたお待ちいただかんとな、お客さんに、うんうん。はい、違うな、ちょっと待ってくださいよ。これですね。これやね、うんうん、リスト見させて、ほぼあれへんね、うん、お客様少々お待ちくださいね。重たいですね、うん、はい。今参加待ちなんで、もうちょっと直川さん栗原まで待ってくださいね。暑いとやっぱりそういうことになるんだよね、うん、そうですね、うん、こちらも初めて。日がすごかったからね、うん、そうですね。わって言ったの、うん、いや、こんな状況って働いてるのが本当にあまり想像できない。ここの空調が暑いとか言うてるレベルじゃないではないですね、うん、こんにちは。こんにちは。ちょうどちょっと今、はい、うちの店しか映ってない状態の。そうなんでしょう。参加待ちにはなってるから待つしかないよね、うん、なんか操作任せといていいじゃん。はい。ちなみにガラスペンっていうのは1902年に日本でできたもんなんで、かなり古いやつなんですけどね。1902年って言ったら明治35年なんで、もちろん我々生まれてないんですけど、ボールペンとかが登場する前はお役所とかでも使ってはったやつなんで、当時のやつはでもこんなに繊細な形ではなかったみたいなんですけども、今はみんなもう本当作家さんこういう風に個性出して並んでるんで、昔の人はそんなこと思わんかったでしょうね。もう一回ちょっとチャレンジ、うん、ごめんね、機械のことちょっとわからへん。ブックさんのガラスペンは本当に綺麗ですね、うん、結構上品な色の組み合わせですので、すごく実物を持っていただいたら欲しくなりますね。欲しいな、うん。そこから飛べるんかな。うん、そうですね、うん、1902年って言ったら兵庫県民からしたらあれなんやけど、横溝正史 の、うん、生まれ年なんやね。それとだからガラスペンって同級生っていうね。そう考えるとすごい、ね、同級生ね、うん。ああ、やっぱり暑いという。申し訳ございません。いや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 。はい、ちょっと続きやります。やっていいですか？はい、お願いします。どこまで言うべきかな。この溝があるんで、これをねじっていきます。はい、テイク2お願いします。すごい。熱い、絶対に。すいません。熱く。絶対熱いぞ、これは。真ん中めちゃくちゃ細い、すごいですね。そうですね。私も初めて実際ガラスペンをどう出るのか初めて見たんです。うわー。昔トンボ玉を作ったことがあるけどね、学校でそう、その時は別の公園にガラスをはめてこうやるような、それ自体には似てるけど、それってただ単に回すだけやったら、今言うたら僕やらせてもらえたとこは、これはすごいな。すごいですね。これ見ながらもうねじって形でリアルタイムで作らなあかん。そうですね。あー、すごい。できてる。わかる、わかる。こんな感じの、まあ、熱して、ねじって、作っていく。うわー。あ、そうか、火の強さを調整するか。本当になんか繊細な、これ持ってはるん熱いやろうな。熱伝導するから。できたてはすごい。すごいなくなるわ。これはただ単にすごいです。単純にすごい、本当に。そう。表現技法がなくなる。ガラスペンの職人さんはみんなこの作業を経て我々に納品してくれて、お客さんのもとに結局届くから、なんかこれからお客さんに接客するときに感慨深いよね。これを見たら、こういうことしてはるんですよっていうのを言えるようになったっていう。ああ、すごいな。一箇所とか絞って、まあ細くして、はいはい。1本の棒からだから、ほんまにこれ1本できるんです。すごいですね。熱いかなって思って。もう本当です。ボキャブラリーなくなる。すごい。いわゆるこの部分が、こういう節目みたいな、仕込んでこう両端から回しながらこうギュッて力加えることによって円盤みたいになっていくんです。それをやってます。こういう節目の曲げです。この部分も出て、おお、危ない危ない。すごいな、この作業を経てこれになる。鍛冶屋とか武器職人さんみたいな。今35分です。だってぐるぐるに巻きつけるのだったり、ねじる方向を逆方向に変えたりしてこう波々になっていったりする。今のなるほど、波々にこういう感じですか。右回転左回転、ああ、だから、ね、ここは螺旋で同一方向に回してるけども、下はもう右左右左。こういう感じに。逆に1箇所ずらして、まあ、違う方向に。これにしてはる時のこの頭も綺麗やな。こういう。おお、できてきてる。僕やったら集中力が持たない。厚いし細かいし。なんかうち紫色のノイズ。格闘技せなあかん。とこれだから回しながら。端っこの方とか、すごいの、多分これ。だってここでダーン、ダーン、ダーン、ダーン。ああ。あと見とけば、はい。完成するのどれぐらいか。商品によるんやろう。1本完成するのにどれくらいかかる？完成するのに2時間くらいですね。2時間でずっとこれをせなあかんか。そうですね。2時間、まあ削ったりとかそういう時間もありますから。ごいな。アーティストのライブ1本ぐらいちょっとコースに上がって考えてる。やばいな。自分でアンコール含めた時間ぐらい。おお。形できたな。まさに。こんな感じで。はいはい。あとはもう、まあ、ひたすらこういうのが続くだけ。この作業を、うわー、見えてきた。でももう、もうなんか頭のここですよね。むしろこの途中がこんなんだよ。形は違うんですね。まあ、こういう、はい、こういうのになっていきます。なんかこちらも結構別にこいつですね。こいつ。はいはい。このこいつ。こいつ。あ、後ろのね。はい。オパールなんですけど。はい。オパールが高いな。いるよ。はいはいはい。こういうのを使って、これをガラスに閉じ込めて使っていきます。こっちがオパール、こっち後ろのアーティションですね。ちょっと一回携帯冷ましますね。はい。はい。本当になんか今までは想像できないですので、あの状態でね、その商品で出来上がって。そうなんです。で、このオパールは、はい、直接火に当てると、はい、輝きがなくなってしまうので。そうなんですか。そうなんです。あ、今ここはこっち潰すかないんで。そうなんですよね。こういう管のガラス。中中空になってる。この中にこの石を入れてガラスを込めて溶かして込める。見入ってしまうから。そうそうですね。まあ息を吹き入れたりして、ここをちょっと丸っぽくしたり。はい。で。じゃない。おお。ましたね。はい。そうですね、ちょっと見たくなりますね。伝統工芸的なもう炎色反応を起こしてる。すごい線香花火みたいよ。こういう状況すごい。あ、でもガラスの中に入ってるんですけど、はい、こんな風にちょっと泡とか入ってるんで、本当はもっと取り除いたりするんですけど、まあ、こういう風にしてこれにもっとガラスを付け足して、丸くしてペンのところに形にしていくつけます。直火じゃなかったら、オパールは別に無事っていうことですよね。光ってたから。ガラス1枚を隔てて熱を与えるのが大丈夫。ルクさんのこの限定は2000円、はい、今の2000円です。月末まで、ね、月末まで並んでます。本当にいい色ですね、これは。うん、ミドラーは大好きでしょう。一応うちで今トム&リムさんのイベントを開催している期間を置かせていただいている分です。こちらは購入できますよ。はい。こちらの店舗でご購入できますので、はい。こんな感じのできた。見えるか。見えてる。わかりますか。わかります。めっちゃ光ってます。赤に中に緑。まあこんな感じでオパールは見えてる。もっと本当は泡を抜くというか、泡が結構入ってるんですけど。はいはい。まあとりあえず時間がないので、まあこんな感じで。ありがとうございます。うん、すごいな。もう本当。もう色が変わってきますね。わあ、綺麗ですね。これがさっきの部分ですね。で、これにさっき言ってたものを金彩のさっきの金のあと10分です。あと10分です。あと10分。まあこの金のもの、金の塗るやつをこういうところにわーってほんとマーカーやな、すごいな。そうなんですよ。まあこんな感じでこう塗っていって、全部これは塗っていって。暑かったな。困ったな。それは暑かったな。もう大丈夫です、大丈夫です。動いてる。動いてます。動いてる。本当にマーカーみたいな感じで塗ってますよね。こんな綺麗に出来上がるのが本当にすごいですね。すいません、今またちょっと止まってるんですけれども。止まっちゃったね。うん。待つしかできないな、でも。しょうがないな。来てくれはるか。はい。ノイズが出るね。ノイズが出るけど戻る。あ、それはそれで戻るんだ。はい。すいません。今あるガラスペンはちょっとお待ちを。ラナンキュラスがね、これともう一色しかない。鬼滅の甘露寺ちゃんみたいな髪の毛のやつね。これね、濃いよね。ちょっと持っていきましょう。ぜひこちらの店舗に見に行っていただいたら、今本当になんか残ってるものは少ないんですので、これと、はい、もうラナンキュラス、これとさっきのツートンのコート、そうですね、ワンポイント。すいません、今なんか全部合わせてもそんなにないです。すみません。あ、いいえ、大丈夫です。もうちょっとグダグダになってしまって。いや、暑いですので。厳しいですね、インスタライブが。これを釜に入れて。はい。はい、そしたらもう終わりです。こういうふうに。そうなんですか。はい。はい。いいですかね、以上です。すいません、ありがとうございました。はい。大変な工程見させていただいて。本当なんかもう、でもこうやって集めたらすごい壮観なんですよね。今、店ある在庫ちょっと全部持ってきさせてもらったんですけど。ありがとうございます。うん。僕なんかゲーム世代なんで、なんかもうRPG のアイテムとかみたいですごいなんか憧れ強いんですよ。ポーションの。ありがとうございました。あとまあ5分少々程度なんで、そうっすね。なんやろ。あ、インクなんですけどね。はい。これせっかくなんで、ちょっとインクのお話も聞きたいなと思って、ことの葉のネーミングとか、っていうのってお話いただけたりします？ことの葉の由来とか、ストーリーちょっと。まあ一応、なんていうんですかね。最初、この色になったきっかけっていうのは、はいはい、このリムさんと一緒のレンガ倉庫店で、うん、イベントをやった時に、このリムさんがそのインクラボ、はい、インクの色作るのをやっていて、それでやっていいよって言われていいよって言われて、まあ、結構なんか適当に好きな色合いというのを色を選んでできたのが、まあ、この色で、このリムさんもなんかこうどうやら一人一人なんかあれですよね、なんかメモっているというか、この人はこの色を作ったとか、なんかメモっていて、それがそのままガラスペン作家とかがいきなり一気にこうインクを出すときに、はい、まあ、LUC さんはこれでいきましょうっていう感じで、うん、作った色でいきましょうっていうので、まあ、色はそれでこういう緑っぽくなったんで、まあ、なんかこう緑を感じるようなあれですね、緑を感じるような名前、ネーミングのものにしようとして、はい、まあやっぱ文字を、まあ、お手紙とか書いてもらうっていうのを一応、うん、言葉の葉っていうので一応緑っぽさもあるし、深いですね、いいのかなっていう、うん、お話もいろいろしてなりました。ありがとうございます。いやでも今日本当貴重な映像を見させていただいて、ですごいですね。もう直川さんと僕実はね調べさせてもらったんですけど、91年生まれ言うてはりましたよね。同い年なんで。あ、そうなんですか。そうなんですよ。だから同世代の人で職人さんやってはるっていうのはめちゃくちゃなんか同系というか憧れというか、本当すごいなと思いましたね。いやでなんかもうやっぱり。いろんなペンあるけど、正直僕の好きな感じの雰囲気ドンピシャなんで、今回すごい嬉しかったんですよ。いやだからもうちょっとだいぶ本数も少ないですけどね、このイベント開催期間中にちょっと残りの分、皆さんちょっとお客さんぜひ見に来ていただけたらありがたいなっていう、素晴らしいんで本当。暑い中でもすいません、ありがとうございました。あんな作業やとは。想像もしてなかったです。もっと今日見せていただいた分以外にも商品ホームページの方とか見させていただいたらすごいの作っておられるんで、もう本当ありがとうございます。また機会あればよろしくお願いします。さっきまでちょっと死んでた携帯です。変えました。あ、お前ですか。残り2分ぐらいか、すごいな。もうだって今日もいろいろ調べたけど、1902年からってさっきもお話したんですけど、100年以上前のものがでも今に伝わってきて、令和になってからこんなんまだ世の中でね、みんな使ってるっていうのはすごいことですよね。でもそうですね、ありがたい、シャーペンやボールペン、万年筆よりもさらにちょっとなんか言ったらファンタジー感ありますもんね、もうガラスペンって言ったら、うんそうですね。うん。じゃあまたすいません。実はねこの前ねお聞きした商品お客様からお問い合わせあったやつとかも実は海外の方があって、あ、そうなんですね。うん。アメリカと香港に無事旅立っていきましたんで、ありがとうございます。ありがとうございます。そうワールドワイドにちょっと皆さんも来てはるんでね。粉砕ラナンキュラスワンポイント当選でから今日見せていただいたのは何やったら名前がダイクロとあとフォーミング、どれも本当素晴らしいやつでね、ありがとうございました。本当夢が詰まってます。コメントでもいただいてますけども、すいませんトラブルが多くてすいません。いえいえこちらもすいません、そんなに予期してなかったです。熱中症にだけお気をつけて。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、皆さんありがとうございます。またこんな世の中ですけど、頑張っていきますんで、はい、お互い。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。